平成30年9月1日と2日、第8回大阿蘇元気ウォーク2018が開かれ、天気に左右されながらも大勢の参加者が秋の風景が広がる阿蘇市でのウォーキングを楽しみました。今回で8回目を迎える大阿蘇元気ウォークは、阿蘇市が推進している健康づくりの里事業の一つで、出発式では、阿蘇市健康づくりの里推進委員会会長の佐藤義之阿蘇市長が挨拶、歌も披露し、参加者にエールを送りました。また1日目には、2008年北京オリンピック 4×100 メートルリレーのメダリストで、熊本市出身の末次慎吾さんも参加。それぞれのコースのスタートに立ち会い、参加者をハイタッチで送り出しました。大阿蘇元気ウォークは20キロ、10キロ、5キロの3コースが両日別のルートで用意され、合計6コースがあり、九州各県を中心に遠くは秋田県からの参加者もいて、2日間で延べおよそ1400人が参加しました。コースの途中にはトマトの丸かじりやきゅうりの漬物など阿蘇市の特産品が振る舞われ、参加者は疲れた体を癒していました。1日目はあいにくの雨模様となりましたが、末次さんは5キロコースを歩き、ゴール後、次のようにインタビューに答えました。はい、僕はですね、いろいろとこう、マートを通して、どちらかというと元気をもらってる側なので、ね、まあ、いろいろその、旅行だったりっていう、その、気持ちだったりっていうのはあるんですけど、それよりは、まあ、熊本の人たちに触れてね、元気をもらって、でまた自分の活躍をするっていうことをしに来たのかなと思います。美味しいもの食べられました？きゅうりと芋萌えと、はい、お菓子ですね。あときび団子と、はい、あるもの全部片っ端から食べました。2日目はお天気に恵まれ、途中国蔵神社などにも立ち寄り、黄金色に輝く稲穂を見ながら、思い思いのペースで歩みを進めていました。阿蘇市の会社員、山室さんは、大きなカゴを背負い、なんと8袋分のゴミを拾いながら20キロを歩きました。健康づくりや地域のためなど、様々な思いが集まって開催された大阿蘇元気ウォーク。参加者の皆さん、本当にお疲れ様でした。